宮崎合宿ということで始まりました。心境はどうですか？非常に楽しみですね。どうですか？地元九州なので美味しいものが食べれるということで、ちょっと食事と、トレーニングもね、しっかりとリハビリ頑張って。台風だけちょっと心配ですね。確かに目標、まずは楽しむことですね。健康第一で怪我ないように。部屋もこう多分2人部屋とかなんで、もうこうみんなとこう話せるように、多分今までこうあんまりこう交流なかったようなメンバーとなるって言われてたんで、でも楽しみです。当然すごいしんどい合宿になると思うし、でもやっぱその中でチームがいい結びつきを、持ってもらって、上のリーグに行った時にしっかり戦える基盤を今年作れればいいかなと思ってます。皆様、ただいまドアが閉まりました。皆様のご着席を確認の上、出発いたします。いや、暑さっすね。やばいやばい、暑すぎ宮崎県宮崎市出身の竹内修平選手より、US D-Oxの竹内修平です。この度は7月から新たにチームが発足しまして、US D-Oxとしての初めての遠征がこの宮崎であることにとても嬉しく思います。1週間よろしくお願いします。いや、頑張れるですね。俺は頑張ります。ジョンス、こんにちは。はい、宮崎着いたけどどう？いやー、見た感じめっちゃいい景色です。こんだけ？いや、でも本当にこれから多分知っていくんで、楽しみです。頑張ろうな。頑張りましょう。力頑張ります。頑張ります。嬉しかったですね。めっちゃ緊張しましたね。結構想像以上に人いたんで。Can sing me a song, bro? Yeah? 何歌う？何でもいい。 OK。 One, two, one, two, three. ガンジロー。何回もこう地元帰ってきてますけど、あんな歓迎モードは初めて。最高。Actually, just an enjoyable experience and getting to know everyone and the new team members as well. Build a culture. There's a few new members who like fishing and a bit of diving and getting out in the ocean. So there's a few guys that I've got lined up to see if we can even organise some trips around the year. So yeah, there is. I'm really looking forward to trying some of the famous Miyazaki beef and the famous Miyazaki chicken and the famous Miyazaki mango. Have a good time while we're doing it and enjoy the rugby. Switch on! Okay, well done boys. I know it was tough. like I said, that's the only way you're gonna develop is under that pressure. 成長するためにはこれは唯一の方法だから。疲れすぎました。いいトレーニングでした。きつかったです。今年一番きつかったかもしれないです。リードローさん来ない？なんか火曜日に来るみたいで、僕多分同じ部屋なんですけど、今は一人なんですけど、ちょっと緊張します。マスターです。僕のティーチャーです。For you guys to do something together, it is for the forwards to go onto the beach and sit there and talk, or go to a, if there's a coffee shop somewhere, walk to a coffee shop, have a coffee together. 話したことない人いないっすよ。まあでもやっぱスタッフっすかね。どうしよう。He's a crazy boy. No. Very tight training. Then come back maybe 2 weeks later. Yeah. なんか俺の方が黒い。俺の方が黒いんですよ、考えてみて。これから選んだらいいじゃん。ゲームやる。負けたら炭酸水いけいい。ファーストロック、ワン、ツー、スリー。ファーストロック、ワン、ツー、スリー。ファーストロック、ワン、ツー、スリー。あ、これが藤村隆二24歳、3歳。強いな。頑張りましょう。さあ、頑張ろう言わんでも頑張りますけど、自分に言い聞かせてます。マジ今日頑張ろうっつって。でも久しぶりな感じなんで楽しいです。嬉しい、苦しい、気持ちいいです。やばいっす。出し切りっす。この暑さとこのフィットネス。でも強くなってますよ、確実に。まあ、楽しいよな、きついけど。充実感はマジだね。めっちゃ冷たいです。リレーしましょう。いやけどもう暑すぎるんで、全然もっとあってもいいぐらいです、氷。毎回全力でオールアウトしないと乗り切れない厳しさがあります。ちょっとこんがり焼けた感じが。ゴミですか？これ。いやー、こんな人の時にフォワード頑張ってちゃんとトライ取らないかんっすね。はいさん、バックスありがとうございます。フォワード今日はミニグループに分かれてバレーボールやります。ぶっ潰します。最初はグー、じゃけんぽい、シュー。育実習僕教えてたんですよ、バレエだけを。だからバレエ練習しました。まあ、バレエは気合いです。何の名言や気合いあればいい。聞いたことないよバレエ。気合いあればいい。自撮りがめっちゃかこれ。いただいたやつでしょ。He was already down with his leg on top of the armchair.